ちっちゃい。ちっちゃいな。かわいいな、これ。破壊力はなんかあるけどな。はい、どうもりです。最近、スプラトゥーンのアップデートで、まあ、弱くなった武器や強くなった武器が、まあ、ちょくちょくあって、まあ、自分も触ってね、動画にもして楽しんでるんですけど、今日はバブルランチャーを使って戦っていきたいと思います。で、このバブルランチャーは、なんかサイズ、バブルのサイズが、1発目、2発目、3発目と大きさが異なるみたいで、まあ、1発目が一番小さいらしくて、なんか変わって、ちょっと弱くなったのかな？はい。ちょっと弱くなったみたいなので、今日はプレムシューターコラボを使って、バブルを使って戦っていきたいと思います。はい、待ち伏せしました。縄張りバトル。場所はホッケットですね。よろしくお願いします。味方はボトルとバレルと、まぁ、ちょっと、射程が長くて強そうだ。あ、バリアブルローラーもね、フォイル普通のやつか。これもなんか、強くなったみたいで。確か縦振りが、なんちゃらかんちゃら。まぁ、いろいろね、強くなった武器がね、ある中では俺は弱くなったバブルを使っている。うん、シールド貼られるとちょっとめんどくさいけど。ナイス、味方。今なんでやれたんだ。いい、やばい。危なかったね。あれ、倒せそうだけど。うん、下がっていったな。射程でやられるときついから。いや、味方強え。めっちゃ前で戦ってくれてる。これは塗るしか？塗るしかないのでは。敵がいないから、今のうち塗って。俺はせっかくバブル溜まったからバブルも使っていきたいんだけど、即割り、このバブルの大きさで即割りできるのか。あ、外しちゃった。ちょっと待って、バブルが小さすぎて。バブルが、バブル小さくないか。小さすぎて当たんなかったぞ。上越したね。オーケー、一人やった。メインの方が強い。オーケー、メインの方が強い。味方強いし、俺塗ってもいいな。でも味方塗ってくれてるか。まあ、でも俺バブル溜めたいし、濡れてないんだよね、こっち側が。通路の方が。このね、通路も濡れてない。え、相手回線落ちたぞ。じゃあ塗るしかない、もっと。俺いなくても3対3だから。これはちょっと味方のために塗ってあげよう。ごめんな、敵。味方も、俺塗るから。まさか逆走してくるとはね、チームメイトも思ってないでしょうね、これ。逆走。よしよしよし、こんなもんでいいか。あとここの上も塗っとかなくてはいけない。んでも味方一人やられてるから行った方がいいか。帰ってきたか。帰った。あれ今いたよね。帰ったな。ナイス、キル。じゃあバブル使っていくか。オッケー、倒した。くらえ。いや、オッケーオッケーオッケー。の、あえよしよし。バブル抜けてきた。いや、まさかあんなちっちゃいバブルで即割りしてくれたとは思わなかったでしょ、あいつも。ちっちゃい、ちっちゃくてかわいい。バブル。えなんか変なとこ。うわ、この、吸われたね、今。もうちょい、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 頑張れ。ナイス。強いね、味方も。まあ、数で勝ってるからさ。危ない、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 危ない。だあ最後死んだ。最後死んだぞ。最後死ぬ必要なかったけど、死んじゃった。まあ、勝った、勝った。ありがとうございました。まあ、ちょっと、あれだったね。回線落ちが一人、最後いたから。相手も諦めムードだったと言いますか。はい、待ち伏せしました。スメーシーワールドよろしくお願いします。射程うまく使おう。あ、てか最近プロコンがね、また壊れ始めて、時々動かなくなることがね、よくあるんだよね。なんか一回治ったっていうか、風を、息を吹きかけると、隙間に、ちょっと良くなってたんだけど、今ね、何してもね、治らないだよね。スティックぐるぐる回しても治らないし、やっぱ買うしかないですね、新しいの。4代目。
4代目のプロコン壊れちゃったから5代目買うしかない。来たい。ちょっとチャージャー怖いな。チャージャーじゃないか、スクイクリンか。で、同じぐらい。え、マジか。ちっこいバブル活躍したな今。こんなちっこいのに。ラウジタメイン強い、メインのが強い。バブル可愛くて。メイン性能、いや、スペシャル性能か。でっかくするやつをさ、使えないとさ、もともとちっちゃいけどさ。あれ、てか、もともとこんなんだったっけ？あ、今なんか、言いましたね。言えちゃいましたね。ナイス着地です。いや、この試合も味方が強いこと。これ、もともとちっちゃかったか？結構。バブル。さらにちっちゃく感じるんだけど。かわいいよね。プロの弾よりはちっちゃくなんないだろうけど。あれぐらいでちっちゃくなっちゃったらちょっときついけど、逆に。あの大きさがスペシャルとか、スペシャルの大きさじゃないよな。この俺が使ってるバブル。かわいすぎるよな。いや、いるね。チャージャーが。ん？こっちに逃げたぞ。危ない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 。おい！危なかった！狙われてた！即割りできねえ。ちっちゃすぎて。即割りできねえ。鍛えるか？ん？これか。ごめん、遅れた。あー、惜しいねえ。あ、行き止まりになっちゃった。もう一回真ん中。いや、左側はいないから、これは抜けて左の通路から行ってもいいな。ザップか？倒していく。ここから降りてきたらな、射程で勝てるから。いいんだけど、上から来るな。ここに即割りを決めていきたい。ダメ？なんかちっちゃく。あー、くそ！もう本当にちっちゃくて。まあでも勝ったでしょ。ナイス。スペシャルなのかこれは。俺が使ってる武器本当にスペシャルなのか。これスペシャル性能つけないとだね。ありがとうございました。勝てました。勝つには勝ったけどなんかね、フラストレーション溜まってるというか。もっとなんかできたのに。はい、ホッケーですね、ホッケー。最近動画時間をね、増やしてるというか、今まで3分とか5分の動画、結構ね、多かったんですけど、最近ちょっとね、増やしてきました。なんとなく10分以上にはしたいなと思って。縄張りも3戦は潜ろうとしてる。あれ？動かない！ちょっと待って、プロコン。これ前に進んでつもりなんだけど、これクルクルしないと治らないから。なんで時々クルクルしても治らないんだけど、味方からしたら今なんだこいつって思われてるのかな。なんでこいつ試合中クルクルしてるんだバカ野郎って思われてそうだ。ちょっとジェットパックはまずい。ジェットパック危ないよね。今俺喋ってたからね。倒せる倒せる。倒せないかもしれなかった。倒せた倒せた。しかもなんかおまけで一人ついてきたし。まぐれまぐれ。まぐれ。まい射程で勝っていく。射程とメイン性能で勝つ。当たんない。当たった。当たった。あー、バブル！バブル侵入阻止するだけっていう、ちっちゃすぎないか、マジで。ナイス、ありがとう、味方。倒せる。メインのが強いんだけどよ、スペシャルより。このスペシャルは何なの？降りてきた、やられてしまう。まあ、今のは、二人がかりだったな。二人がかりじゃないと。勝てぬのか俺には。って、言いたい。って言いたい。もう事実負けてる。え？来てるこれ。抜けてる。なんでそれ持つ？ハンコ急に持ち出したからちょっとびっくりしちゃうけど。背中だったね。背中からさすがに攻撃はできないでしょ。あ、帰ってったな。バイバイ。さよなら。もううちには来るな。
自粛しろ。自軍に自粛しろ。入ってる。あー、スポンジ。危ねえ、危ねえ。なんかおまけ、おまけ、またおまけって倒した。またおまけ。OK、バブル溜まっているから、これ使っていきたい。けど、メインのが強いんだけど、なんだ。バブルにも活躍させてくれ。いいぞ、味方。任せて。あれ倒せない。倒せないんだけど。ナイス。はい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 という作業芸。はい、いいよ、味方強いよ。うわー、クリボーはちょっと長いからちょっと待ってもいいな。来る右通路ね。これ急にでかくしないで。いやだ、危なかった今のが。やばい、ブルドーザーが一人倒した。なんかキッター二人、はい、三人、最後の人、ここここここ、はい、4人全員だった。あれ、バブル、バブルの立場は本当にバブルの立場かないぐらいプライムのメイン強くて、バブル泣いてると思う今。ありがとうございました。いやでもこれは強かった。メインが強かった。絶対これスペシャル性能つけた方がいいな。